さあ始まりました。本日も XRP リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども11月10日午前11時11分 YouTube 録画しております。今日もアメリカ市場を振り返っていきたいと思うんですけども、ニューヨークダウまず646ドル安、それからナスダックが263ポイント安、それから S&P500 も 79.54 下がってしまったという感じです。ダウ先物はプラス60ですね。日経先物もプラス20ということで、まあ、安泰な感じなんですけども、まあ、仮想通貨がちょっと下がってしまっているというところもありますので、詳しくはその後ね、ご紹介させていただきますので、ちょっとこう。よいしょ。さあ始まりました。本日も XRP リプルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども11月10日午前11時12分 YouTube 録画しております。今日もアメリカ市場ですね、振り返っていきたいと思うんですけども、ニューヨークダウまず646ドル安、それからナスダックが263ポイント安ということで大幅に下がってしまったという感じです。ダウ先物がプラス65ということで、それから日経先物がプラス23ですね。それからオイルが 85.62 ということで、ちょっとこじっかりという感じで、この辺もちょっと気になるところですね。それからビックス指数なんですけども、こちらは 26.09 ということで 2.15% 着実に上がってきてるなっていう感じですね。それから仮想通貨ちょっと見ていきたいと思うんですけども、仮想通貨がね、大暴落してしまってるんですね。ビットコインなんと237万2000円まで下がってきてしまったと。ついね、数日前300万ぐらいまでありましたので、ちょっとそこから見ると大幅にね、60何万という形で下がってきてしまってるんですけども、ちょっとこの辺の下げ止まりね、どこまで行くのかというところだと思いますけども、かなりやばい状況になってきております。イーサリも16万6千円ということで、こちらも20万超えてたので、ちょっとね、この辺のね、数字っていうのは信じられないかと思うんですけども、それからビットコインキャッシュ10、13,453 円。それからライトコインもね、7604円ということで、こちらも数日前1万円通過したばかりだということでお伝えしたと思うんですけども、下がってきてしまったなという感じですね。大暴落してます。FTX というね、仮想通貨取引所があったんですけども、ここがどうやらね、ちょっとバイナンスに買収されるんじゃないかということで、ちょっとまずい経営危機なんじゃないかなというところもありますので、FTT トークンというものがね、かなり大暴落してしまっていて、まあ、仮想通貨全体にショックが起きているわけですね。まあ、全体的に見ていきたいと思うんですけども、まあ、軒並み下落ですよね。ビットコイン、それからイーサリアム、リップル、それからエイダ。エイダはそんな下がってないですけどね、まあ、同時コインとか、それからポリゴン、ポルカドットトロンもそうですね。それからアバランチ。まあ 15% ぐらい下がってるものが多いなっていう感じはするんですけども。まあ、チリーズとか 23% ぐらい。それからこの FTT ですね。59.47% 下落になってますので、まあ、ここが発信源になってると思うんですけども、この辺のところがね、下げてしまったというところで、ちょっと痛いところはあるんですけども、まあモネロとかも下がってますし、アルゴランドとかも下がってますしね。まあ基本的に全面安という感じなんで、まあ、どうしようもないですね、これはね。もう、ここまで行くとね、どこまで下がるのかなというところ、下値模索かなという展開なんですけども、そろそろ下げ止まってきたのかなというところあるんですが、まあさすがにね、ここまで下がればまあ当然かなというところもあるんですけども、ちょっとね、この仮想通貨の今回の FTX ですか、ここのね、ちょっとこれは想定外だったので、マーケットっていうのはやっぱりね、こういうグレーなことを嫌いますね。わからない、よくわからないことっていうのを本当に嫌うので、まあ、ちょっとこういうことがね、また増えてくると、まあ仮想通貨また一段安ということはあり得るのかなと思いますし、ちょっとビットコインもね、200万円なんとかキープしてるはいるんですけども、ちょっと200万割れとかね、そういう感じになる可能性もあると思いますので、ちょっと気をつけなければいけないんじゃないかなと思っております。まあ、仮想通貨ね、前から言ってますように、とにかく話題がない、人気がないというところから、それから今回の事件に発展してしまったという感じで、まあ、FTX の事件ですよね。もう事件と言ってもいいと思いますね、これはね。こうなってくると、ちょっとまずい状況になってくる。まあ、買い手がまずいないということ。それから、売りたい方は、もう本当に暴落なので、もう本当に、叩き売りみたいなもんですよね。もうとにかく現金とりあえずしとこうということで売られてしまっているという感じなんで、もうどうしようももう手のつけようがないという感じのところまで来てしまっているんじゃないかなというところはあるんですけども、MACD や RSI などを使ってリップルのチャート分析をこれからしていきますので、よかったら最後までお付き合いいただければと思っております。こちらが今日のリップルなんですけども、49.7円ということで 13% 下がってしまったという感じですね。
66円のね、サポートラインもあっさり割り込んでしまって、どこまで下がるのかなというところで、41円ぐらいなのかなというところなんですけども、その辺ぐらいまで下がる可能性が出てきてしまったと。MACD もですね、下抜けして、今クロスして少し上向きになるかなというところなんで、ちょっと下げしぶりが出てきたのかもしれませんので、この辺でちょっと一旦買い物が入ってくる可能性はあるのかもしれませんけども、まだまだ下げトレンドは変わってないと思いますので、基本的には油断をしてはいけないのかなというところですね。基本的に厳しい展開になってきてしまったということです。今回 FTX ですか、この取引所がね、ちょっとまずいことをやらかしたということで、バイナンスに買収されるかもしれないということなんですけども、ちょっとよくわからないですよね。この勢いがあった FTX がそうなるということが、誰が想像できたのかなと思うと、誰も想像できなかったんじゃないかなと思いますし、本当に FTX ショックというところが、仮想通貨に全体にね、広がってしまったのかなと。ちょっとね、仮想通貨、戻り基調だったタイミングだったので、本当に冷や水を浴びせられたなっていう感じで、残念な感じになってしまったなという感じなんですけども、ここからね、回復できるのかというところがですね、これからのちょっと仮想通貨の未来に影響してくると思うんですけども、なかなかね、ちょっとアメリカ市場も弱くなってしまっているというところもあるので、ちょっとダブルパンチじゃないですけども、ちょっとこう下げのね、トレンドに拍車がかかってしまったのかなというところがあるので、ちょっと今後のね、リップルなどにも気をつけておきたいところです。リップルはおそらく41円ぐらいまでね、下値が試せると思いますので、一旦そこまで行くんじゃないかなっていうのが私の見立てなんで、昨日もちょっとお話しした通りのね、ちょっと予想なんですけども、ちょっと上がる予想っていうのはなかなかね、こうつけづらいというところで、仮想通貨の話題というのもなかなか出てこないですし、今日ようやくね、FTX の事件というのが、ありましたので、ちょっと仮想通貨が賑わっているのかなと思うんですけど、こういう賑わい方じゃなくてね、ちょっと明るい話題で、賑わってほしいと思うんですけども、ちょっとまだまだそういう状況じゃないんじゃないかなと。仮想通貨準備不足だなというところでね、これからも温かい目で見ていくしかないのかなと思ってますので、とりあえずですね、仮想通貨やっぱり資金を増やすべきではないと思いますね。明らかに持っているものをどうにかして、どう大事にするかしかないと思うので、これ以上どんどんね、仮想通貨追加で購入していくっていうのはちょっと難しいと思います、正直ね。そんな中どんな感じで上がっていくのか、新しい仮想通貨ユーザーがですね、増えないことには多分どうしようもないと思いますので、そこの層が増えてくるか、今のところ増える感じはしないですけども、ちょっとね、怪しい展開で、どうなるかなというところなんですけどね、ちょっと期待半分、不安がほとんどということでありまして、仮想通貨ね、ちょっと厳しい展開になってきてしまったので、またこれからもですね、詳しく解説させていただきますので、よかったらチャンネル登録の方をしていただいて、皆さんもコメント、それぞれリップに対しても仮想通貨に対してもあると思いますので、コメント欄の方に残しておいていただければと思っております。今回もリップルチャート分析、最後までご覧になっていただきありがとうございました。